今日もルン来てないのか。ミトロロ、さ、授業終わったし帰ろう。うん。ルンのあの言葉、どういう意味だったんだろう。今の私にはその資格が、リト君に優しくしてもらう資格がないから。なんかすごく思い詰めてたみたいだけど、俺何かしちゃったのかな。リトってば。え、ああ、どうしたの。今日のリト変だよ。ぼーっとしっぱなしだし。ああ、ちょっと気になることがあってさ。ルンのことなんだけど。そっか、そんなことが。一応ルンちゃんが学校来てないのはお仕事があるからって聞いたけど。ああ、俺もそう聞いてる。でもあれ以来一度も学校に来てないっていうのはちょっと変かなって。こうにもそもそもルンに会えないんじゃ。そうじゃなくって、ルンちゃんのことをよく知ってそうな人。あ、多分だけどルンちゃんリトの助けを求めてる気がするんだ。どうすればいいかはわからないけど。でもルンちゃんのこと助けてあげられるのはリトだけだと思う。ララ、ほら言って。マジカル恐怖が見られなくなったらリトも困るでしょ。それは別に困んないんだけど。でもルンが苦しんでるってのは。わかった、とりあえず心当たりを当たってみるよ。うん、ありがとなララ。ルンがどこに行ったか。なんで僕がお前にそんなこと。頼む、教えてくれ。ルンにどうしても聞きたいことが。レン、頼むよ。まあ、うるさいやつだな。わかったから、ちょっと付き合い。ルン、ここに来るのか。ああ、ルンなら家にいたよ。よノックしても呼びかけても絶対部屋から出てきてくれないけどな。え、僕の声聞いてるのかどうかも怪しいな。ここ何日か最低限の食事は運んでるけど、一向に出てこようとも喋ろうともしないから。なんでそんな。まあもう気づいてんだろう。え、しらばっくれなくていいぞ。
そのためにこうして外に出たんだから。お前とルンが恋人っていうのが嘘だってことにだよ。お前の記憶があったとき、そんな話一つもなかったよ。そうなのか。お前、ひょっとして本当に気づいてなかったのか。まあそういうことなんだ。どういうこと？それとルンが引きこもってるのって何か関係あるのか？いい加減分かれよ。ルンが誰にも会おうとしない、ずっと塞ぎ込んでる理由。お前を騙した罪悪感に決まってるだろ。ねえ、だってそこまで悪いことじゃないだろ。そんなことくらいで。お前がどう感じてようが、ルンにとってはそうなんだよ。そりゃルンも別に悪気があって言ったわけじゃないと思うけど、バカ正直にお前が信じちゃって、冗談だ嘘だっていうタイミングを失って。少しは変だと思ったのに、あの時もっとちゃんと聞いてれば。最初は良かったんだよ。お前と嘘でも恋人になれたって大はしゃぎでさ。僕も話は聞いてたから何度も忠告したんだけど、結局何もできなかったみたいだな。でとうとう押し込めてた不安が爆発した。お前に記憶が戻ったらどうなるか。他に何か思い出し、頭に浮かんだりとか。リト君、記憶戻ってほしいよね。それであんな。何がきっかけかは知らないけど、不安が一気に膨らむことがあったんだろうな。現実に甘えてうまい汁だけを吸おうとしちまった。いつかは終わることなのに。そんな言い方。分かってるよ。僕はあいつの半身だったんだぞ。あいつがそんな小ずるいやつじゃないってことくらい僕が一番よく知ってる。でもさ、つい調子に乗っちゃうんだよ。後で思いっきり後悔するのにさ。レン、そもそもお前もお前だよ。記憶を失ったからってホイホイルンの言うことなんか信じて。ちょっと考えればわかるだろう。そんなに嘘のうまいやつじゃないんだから。お前のそういうとこが男の風上にも置けなくて嫌いなんだよ僕は。ごめん。だから頼むよ。僕じゃもうどうしようもできないんだ。お前があいつを、ルンを助けてやってくれ。別に本当に付き合えって言うわけじゃない。振っちゃっても仕方ないと思う。でもちゃんと形にしてあいつとの関係をはっきりさせてやってくれ。ルンとの関係。あいつこのままじゃダメになっちゃうんだよ。どんな形でもちゃんと前を向いてほしいんだ。それができるのは、気に入らないけどお前だけなんだよ。だから頼む。この通りだ。
ルンを前に進ませてやってくれ。